今回は374話バタフライエフェクトについて、読者の反応集を紹介します。高評価チャンネル登録励みになりますので、お願いいたします。それでは本編へどうぞ。最悪が詰まってらー。エンデバーと書いてお父さんと読む。このファザコンガー。ついにトガツワイズが。ラスト2ページで最悪な気持ちになりました。ここまで絶望的な展開だと逆にワクワクしちゃうんだよね。UA さんバカ揃ってしまいましたね。バカ野郎なんでこんな形で集まってんだ。言ってで全てひっくり返った。やっぱワープはクソだな。ねえ、ツワイスの持ってるやつつゆちゃんの？あ、やめろ、そんな不穏なことを言うな。体の一部じゃなくて装備だから逆にセーフ。ファザコンさぁ。ホークス、それはヒーローのセリフかい？やっぱりツワイスの敵討ちする感じになるのね。一気にヴィラン側の逆転展開になったな。逆転というかずっとヒーローが自利品な状態だったのが一気に押し込まれそうというか。まともに戦ったらヴィランが勝つ状況を作戦とここの頑張りでなんとかしてたから、それ崩れたらそりゃ。仲間たちのことは最近測ってなさそうだけど、トガプワイスは自分の他は何が増やせるんだろう。殺すって行為は他のヒーローには厳しい。多分ためらってその間に蹂躙されるやつ。エンデバーとホークス以外は殺さず倒そうとしてるし。お父さんが最高にキモすぎるで長男。ツワイスかっこコピーだけど、とホークスがまた会う展開はさすがに予想してなかった。ホークスとエンデバーの間誰だ？個性奪われたヒーローか？大ピンチだけど、それはともかくお天気キャスターのメリルさんセクシーすぎない？ダビがどうやってエンデバーのとこ行くのか疑問やったけど、黒霧復活したんやからそりゃワープで行くよな。こんな簡単なことに気づかなかったわ。ここへ来て数の暴力はやばい。マジでどうすんだろこれ。どうしても勝つビジョンが見えない。トガツワイスがデクを増殖する200ペリか。コピーだからと 100% 使ってくるやつ。まさかゼロがつけたあだ名タイズ自戒する泥の人形の回収展開か。黒霧ワープがなかったら自力で飛んでいこうとしていた。ダビ、神奈川から和歌山だぞ。無謀すぎて草。何年も執念で生きてきた男だからセーフ。ツワイスの顔でトガちゃんの話し方動き方する個体がいるんですよね。ショートくんさ、なんで新技覚えて頑張ったのに報われないんですか？どうしてこんな、あんまりだ。マイクもちゃんと連れてってくれるの優しい。エンデバー VS ダビ、ホークスと小闇の指定チームでのダビとのリベンジマッチ、相沢先生と黒霧。ツワイス殺したホークスをトガちゃんはどうしたいのかも。全部見たかったやつだから見れそうで楽しみすぎる。言っちゃなんだけど、これヒーロー側に勝ち筋あるの？一回滅んで成長したデクたちが反乱軍として戦う第二部が始まるよ。アニアカもしんどい、本誌もしんどい。なんで癒されるべき？それがいいんやが。ホリーのエッチな落書き。トガちゃんそやーホークス憎いよねー。むしろここから何をしたらヒーローが逆転勝ちするんですか？日本にスペインに勝てっていうくらいには無理ゲー。ダビ君はもはや哀れやな。エンデバーの火力が戻ればツワイスはそこまで脅威じゃない気もするけど、息子さんも来てるからな。わぁ、地獄だ。あのお茶子たちが描写されないうちに負けてるんですが。ヒーローに友情補正があるならヴィランにだって友情補正はある。当たり前だよな。そういうのってお前らの友情は俺たちと違って本物じゃねえ。行くぜみんな、うおーって主人公サイドに否定からの上書きされるんじゃないんですか？相手の友情が本物かどうかを決めつける権利はヒーローにもないんだ。悔しいだろうが仕方ないんだ。ホークス、お前、死ぬのか？ホリー、希望の光になるもん。先週までの戦いを見てきたから旅費は無料がなんともムカつくぜ。無料じゃねえよ。現場職の苦労を知らねえのか、と切れてる。トドロキくんがさ、親父の血なんて意味嫌ってたもののはずなのに。俺だって親父の血がって言って東亜兄と同じはずなのに。って違いに絶望するのがやべえよ。本誌読んだ私の一言めぇ、だるっていうレベルの絶望感すぎる。しつこいねんヴィランタイム。でも俺は正当な読者。この後絶対ヒーロー側が気持ちよくしてくれるのを知ってるんや。このツワイスの中身はトガなのか、ホークスに殺される直前の憎悪あふれるツワイスの最後の記憶なのか。エンデバー息子さん脳歓迎ダメだった。
死柄木パンパンになっちゃってるけどこれ死ぬんか？死柄木は浮かするイメージが何度も書かれてきたから中から脱皮して回復した状態で出てくるとか？サナギって中身がドロドロで途中で切って繋げても最初に決まっていた姿で出てくるらしいしな。多分あの増殖する肉体で傷塞いで膨張した感じかな？まあ、追い詰められて新たな形態に移行してるのかもしれないけど。抹消解除される展開だなこれは。イレイザーとモノマの目が潰されるか、両方か片方死にそう。こうえぐみは重傷とか死にかけみたいなことはしてもなんとなく生き残りそうだけど、B 組なら殺してもよくないみたいなこと考えてそうで。抹消なくなった瞬間その場所のやつデク含めてみんな即死なんで無理でしょそれは。万が一デクが生き残ったとしてそれ以外全滅確定やぞ。とはいえ抹消いずれ解除させられるもんじゃない？さすがにラスボスが個性使えないままとかあれだし。だけど絶対に空中に留まらせられるタイミング、または他の人たちがどうにかして離れたタイミングだと思うわ。今日の作画はいつも以上にエッチでしたね。かっこ棒読み。お天気お姉さんエッチだったね。今回唯一の清涼剤でしたね。白雲と分かった上で黒霧と対峙しなければならない相沢先生も、いろんな思いを飲み込んで殺したくない相手を殺したのに覆ってしまったホークスも、感情ぐちゃぐちゃだろうな、しんどいだろうな、と思うと申し訳ないがめちゃくちゃ興奮する。ねえ、この志村の手ってもしかして。皆まで言うな。僕のおかげで勝ったって文科省に書かせてやりますよ、が最高にものまで好き。俺だって親父の血が流れているはずなのに。まさかここでエンデバーとショートの血液型問題拾うのか？これ以上地獄を広げられても困る。困る。ダビトゥアイスカッコトがエンデバーホークスの曇らせスクワット本幕さ。集大成とでも言うべき技を見よう見真似で習得される。その技で一緒に戦ってくれたプロをたくさん殺される。もう用済みと言わんばかりにさっさと軍が山荘へ。あんなに忌み嫌ってた親父の血に対して俺にだって流れてるのに、ショート惨めすぎないか。ダビが来たけどオールフォーワンはダビも利用しそうだからな。ボロボロで戦えそうにないトウヤ君の代わりに僕が君の個性活用してあげるよって個性奪っても驚かない。驚いてるしダビの火力やっぱりエンデバー超えてるっぽいね。そして神の側のヒーローはもう限界で動けない感じに。このトゥワイス的にトガちゃんがあの戦線勝った感じかね。まあ、負けイコール死ではないだろうけど。井口くんはなった、わお前、お前、ってなった。モノマのまばたき、ワンフォーオールが奪われてしまう展開。どっちかは来ると思うんだよな。むしろ両方来たそう。見ろよこのマイクの顔。素晴らしい。イレイザーも似た顔をしてくれるのだろうな。もうこれとドロキ、いいだ。バーニン以外はアウトかな？ダビ確保組どころかハイエンド光線組も普通に巻き込まれてそうなんだが。三層豪華だなぁ。オールフォーワン本体。エンデバーとダビ。ホークスとプワイス確保とが。常闇二郎。トドロキイーダ確保予定。つゆちゃんお茶の確保予定。とりあえずこのセリフ的に全面戦争の時にホークスが殺せなくて、プワイスが生きていたらこうなっていたみたいな展開はやると思うよ。そしてその活躍でホークスがプワイス殺してなかったヒーローはヤバかったみたいな評価になるやつ。殺せなのがもう、それしかないのはわかるけど、明らかにヒーローの言葉じゃない発言をせざるを得ない状況っていうのがきつい。しかも弟子の前だぞ。今の状況でプワイスの個性はどれだけの危険かわかるからこそ、余裕がなくてもうなりふり構わず言えだろう。ダビがまたこんなこと言いそう。一番慌ててるのってぽよぽよの死柄木？ぽよぽよは草。そういえばここの死柄木は何しようとしてるんだろうな。この光のようなものが継承者の人数と同じ数ということしかわからん。今週見てもぽよぽよになってること以外の描写なかったし。何か出そう。プワイス出てきて絶望だけど颯爽と登場したステ様が一人残らず血に伏せさせると信じてる。ヒロアカって本当に面白いですね。皆さんの今後の考察も教えてください。それではさようなら。高評価チャンネル登録も、ぜひお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。